ポンパーン、ビッグアップラスパイダーということで、オラハン君、やっとです、やっとです。ザンゾンフェス2022、グランスの奥息吹に参戦決定、パー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 、マジで絶対現場は間違いなく半端ねえということで、どでかい、どでかい花火、打ち上がるんでしょ？そこに俺も参戦して、少しでも多くの花火が打ち上がるように、俺自身もガッチリ。っていうか、すげえ楽しみです。夏の青風に、今包まれ、ゾンゾンファース！間違いなし！はいどうも、やってきましたズンズンチャンネル、ズンズンチャンネルいきなり始まった、はい、パイパイということで、はい、今日はもう前回からの続きですよ、はい、日本のレゲエ、はい、の歴史と、はい、いうことで90年代がもう終わって、はい、今からとうとう2000年に入っていくということで、はい、レッドスパイダー少年も、ねはい、大人になってきて、もう始まってますからね。もう始まってますね、レゲエ人生が、はい、でまあちょっとクレヨンしんちゃんの ADQ からなんですけども、はい、まあ、改めて2000年のあそこからちょっと始めていきます。はい、歌う素顔のままで、まあ、これさ、はい、まあちょっとなんかレゲエっぽくないねんけどさ、はいはい、レディー Q っていうね、はい、DJ、そうですよね、はい、北関東でやってた人だと思うんだけど、はい、俺もね1回か2回ぐらいしか多分会ったことない。会ったことあるんですね。僕はクレヨンしんちゃんの歌の人やっていう、うん、けどまあそう言うたらレゲエ出身者が、はい、まあクレヨンしんちゃんの歌をやるっていうのがやっぱすごいっす、面白いなと思って、うん、これも一応入れさせてもらいました。入れましょう、はい、で、続いてですね、はい、はい、これはミンミ初めてのレコーディング曲ですよ。いやもうそれがもうびっくりです、はい、これが初撮りってことですね。これ初撮りすごいっすよね。そうそうそう、もうこれとかもう僕のまあ関係ないですけど僕の青春ど真ん中ですわ。そうそうそう、はい、でこれは初めシルキン一人やってん、はい、あそうなんすか。そうはいはいはい、で TKO っていうリズムやねんけど、はいはい、まあタカフィンとボクサーの曲ができて、はい、リード曲、そうそうそう、でまあそこからブギーさん撮ったりさ、はい、こういろいろ撮っててんけど、はい、まあ、シルキーもまあその時よう動いて一緒に動いてたから、はい、まあ、シルキーも撮るってなってんけど、はい、ちょっとなんか普通に撮ってもおもんないな、テイストを変えていこうと。そう、ほんで、はい、まあいろんなクラブ見に行ってね俺、あ誰かおらんかなみたいな。いやいやコンビするやつみたいな。ほんまにほんまに、誰かおらんかなみたいな、はいはい、でレゲエのイベントじゃないイベントとか見に行ったりして、はいはいはい、ヒップホップとか当時 R&B のイベントとかあったし、はいはい、ありましたありました。ほんだら、はい、ミンミン歌ってて、えそこでそこで声かけて、ちょ曲やろうやっつっていやそれ前言うてはりましたよ、そのミンミンさんとの対談で、これやで、あっこれ撮って、いやなんかハマるのないみたいな、はい、これバッチリハマる、あこれあシルキーの歌詞ともハマると思って、はいはい、もうそういうノリで撮って、あもうまだこの時は俺もまだプロデューサーっていうよりダブの延長、あなるほどレベル、はいはいはい、まあ、歌詞もこうやってやとかもちろんあるけど、はいはい、まあダブのちょっと毛生えたぐらいしかまだ、僕は逆にプロデュースとかあんまり知らないんですけど、うん、ダブと全然違うんですかやること。やっぱリズム作らなあかんし、あまあまあまあもちろんね、はい、これは、はい、リチャード・ブラウニーっつって、はい、あれのプロデューサーやんか、 TKO の IB リーグとか、あはいはいはい、TKO、あ、T、はい、TOK、 あ TOK の IB リーグとか、はい、TOK のファースト全部やってるやつ、はい、TOKのプロデューサーですね。そうそうそう、はい、TKO とごちゃになっちゃう。ごちゃごちゃ。で、まあ、リズム作ってもらって、はいはいはい。まあ、そういう感じ。この時は、だから俺まだ自分でリズム作ってない。あ、そうですよね。うん、で、まあまあ、だから、ダブの延長やな。ジュニア君、こっから俺作ったって教えてください。それは入れてないです。あ、入れてないですか、はい、あ、入れてないですね。はい、あ、そうなんですか。入ってるもんやと思う。それはまだレッドスパイダー歴史です。はい、あ、わかりました。君を羽ばたけ、つまりこの歌詞に
偽りなし。なし。聞きなすべてのろくでなしたち。あ、この声がすべてを焼き尽くす。あまりの熱さに皆立ち尽くす。あまりキャッコス、真実うつす。この音にすべて隠す。は、何を信じるの？誰もが踏み込むこのデンジャーゾーン。来た。来た。歴史が動いた。瞬間ですよね。はい、2001年。はい、もうほんまにこう、ジャパニーズレゲエの歴史が、はい、まあそれまでさ、はい、まあこう、ほんまランキンさんからね、はい、まあいろんなジャパニーズレゲエアーティストがこう、はい、活動をいろんなとこでしてきて、はい、なんとか日本のレゲエを盛り上げようよっていうムーブメントが起こってて、はい、で、まあやっぱこれほんま火付け役ですよ。いやけどそうっすよね。ほんまにこれ火付け役です。みんなさんも知ってる。もう知ってるでしょ、はい、はい、これですよ。はい、あなたのお母さんも結婚式これ歌ってたんですよ。どうぞ。嫌いねマジでなんかこれもみっこちゃん、はい、マジでラガナタカが言うぞ。はい、ハイエースマウンテン頂点でかい器の満点の挑戦、はい、あー来たね。はい来たね。はい来たね。就活祭ソースダウガイ来た。さあやばい、ボッコボコで待ってて、こちゃん来た来た来た。どう、どんどん来るな。来た、もうこの辺もうやばいっすわ。やっぱほんま2000年から来てるな。やばいっすわマジで。ビッグチューンだらけじゃないですか。うん、はい。まあさっきのね、はい、この前のあの JTB の、はい、まあ、マイティジャムロックとしての初名義がポンポン出てきた年ですよ、はい、2001年。はい、それまではまあ時はとしてね、ああそうそう、知ってる方はこの前の回にもやってたと思うけど、はい、あの時はスターっていう、はい、ミッションナンバーファイブっていう曲とかでもあったけど、はい、まあ時はとして動いてねんけど、はい、それが解散して、はい、まあこうね、はい、さらにこう、まあ、そうっすよね、うん、熱くなっていくっていう。でまあそんなこんなでこう、はい、ハン君出てきましたよ。そらね、はい、東でもレイゲーは出てきますよ。いや、そしたら早く聞くストーリー。これ本当にあった話かもしれない。ハイナケボンボン。めちゃめちゃノリノリナケボンボン。はい。もうこれギターでわかるもんな。もうトントンでわかる。オーナーな言いたいです。はい。もうこれギターでわかるもんね。はい。はい。はい、これやばいな。2002年、いやもうやばいです。もう2000年前半やばい、やばいな。2000年代来てるな。やばい、いややばいな。歌われへんからね。もし愛が君から来たかった夢を見てた。2002年はい来ましたよ。スカイザリミット。何人コンビですかこの。これ7人かな。いやもうこれも聞いたわ。え、8人。プッシン、リョー君、はい、ジャンボ、超前リー、ブギーさん、タカフィン、ボクサー。もう8人コンビ。はい。これがね、サウンドマンとして初めてのメジャー進出ちゃいますか、ね。すげえっすね。まあこれで夢見た若者ですわ。はい。僕は。これ、はい、それまでは結構みんなインディーズでは活動してて、ね、CD 出したりとか。サウンドマンのプロデュース関連でメジャーで初めて行った、うん、はい、これあれですよね、ジュニア君があの壁に持たれてる。いや覚えてないな、ね、多分この壁まだあるらしいよ。え、どこにあるんですかそれ。知らんねん俺も。えこの時俺東京って。あ、東京で書いてるってことですか。これ、いや大阪やねん。大阪にあるんですか。大阪のどっかにあんねん、この浅尾君がどっかに書いてきてもらって、はいはいはい、で撮って、俺はその時東京で作業してたから、はい、泊まりでずっと作業してて、はいはいはい、そうなんすね。そうそうそう、あるんすねまだ。あ、わ、そうや、俺もうこっからずっとグリーン車。うお
すげえ、20年間こっからずっとグリーンじゃん。こっからグリーンになったんすね。こっからグリーン、やばい、なんかあの M1 取ってグリーンになるとかいうやつですね。そこっからずっとグリーンじゃん。メジャーになりましたから。はい、これもだから2002年結構カエルスタジオすごかったな。いやもうなんだ、スカイザリミットっていうレーベルやりながらロックシティもやったってことですよね、これ、うん、えげつないな。でこれもだから逆輸入っていうから、はい、輸入やな、はい、って言ったらもうジャマイカで流行ってるヒットリズムを、はい、まあ、俺ジャマイカ行ってそのプロデューサーたちと契約して、はいはい、日本リリースするって、日本人を乗せて。ああなるほど、日本版向こうで流行ってるリズムっていうことですね。もうズンズンとかもこっから始まりますもんね。そう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 、はい、おもろいな。ビッグチューンだらけ。ヘイ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 、プライドかけたこのマイクで誰よりも通る上、よドキだドキだ、誰がウォリアー、日本中に与える振動、爆音街道順調に進行、ビッグチャー今ロンサイベラー、ギボーよ語ろうかことの真相、ボスビボーランデストーリー、まやかしはもういい、まあ、ディワリーね。ディワリーっすね。みんなの知ってる。いや、もうこれはもうほんまビックリディムです。はい。はい。この時はこんなに流行る思ってなかったから。あ、まあそうですよね。うん、そうですよね。先見の明と言いますか。ほんまにこんなに行く思ってなかったから。レンキーが。そうそうそう。まあレンキーはそれまでにそのスカイザレミット時代でも一緒に仕事を。そうっすよね。してたから。マスターピースとかもやりましたし、ね。マスターピースとかも。はい。あの、これまではそんなレンキーもレーベルとしては当たってなかった。ああ、そうなんですね。4040みたいな。はいはいはい。ありました、ありました。はい。こっから出世作ですね。そう、もう連機出世。まあ、それまでも、いろんな楽曲やってないけど、うん、はいはい、ただ自分のレーベルとして当てたのが、こっからや、うん。世界的ヒットですもんね。そう、ほんでまあ、それを、これリズム貸してや、みたいな。はい、やっぱり、ビビッときたんですか、それ。でもだから、この時はダブ取りのセンスやね。はい。ダブ、そうですね。言ったら、はいはい、自分が取りたいダブってさ、はい、リズムまず決めへん。このリズムでダブ取りてよ、みたいな。はいはいはい、はい。でやっぱりリズムかっけーってなって、そう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 、あ、じゃあ誰乗っけようかっていうことです、ね、そういうかダブの延長やね、まだ。そうっすよね、けどやばいな、早いっすね、見極めが。めっちゃ見たこのフィールド。まあ、ちなみに、はい、あれもベーダーのパートしかなかったよ。あ、そうなんすか、うん、あ、ベーダーくんがありきのミミさんので、なんかベーダーだけやって、ちょっとなんかあの、はい、バースしんどいなってなって、はい、誰かおらんかな、あ、ミミおるやんでミミちょうだい、なんかサビ書いてやみたいな、はいはい、それこそロックシティ、今関連で、まあ言うたらケンティ君乗ったりとか、うん、ロックシティっていうタイトルでいっぱいあるじゃないですか。それの第一弾ですよね。はい、2002年。はぁ、で、まあね、もうご知っての通り、ファイヤー B も出てきます。ビッグチューン。ミンミンのメジャーもここやねんな。すげえっすね。うん。2002年に来ましたよ、パーフェクトビジョン。これももう、言わずもがなの曲ですね。まあ、これはほんまに、どのラジオ局でもヘビロテ撮って、そうっすね、あの、まあ、だいぶ騒がせたんちゃいます。いや、この曲の後に出たジュニア君との、あの、さっきのデュアリのリズムで乗った。あ、ジャンボバージョン。はい。がもうほんまにかっこよくて、ぴったし合うでしょ。デュアリにまあそうやな、この感じのテイストが、これは流行ったよね。いや、これはもう僕はもう目覚ましテレビで初めて見ましたから、うん、でまあこの時俺、はい、まあ言っても一緒にツアーとか回ってたからさ、ミンミと。僕この動画で分かったんが、あの、言うたらミンミさん売れてからロックシティとかやと思ってたんですよ、うん、まあ逆やったよみたいな。でこれ売れてさ、はい、一緒に回ったりするやんか、はいはい、ほんだらさ、今までと違うお客さんが完全入ってきたの分かったの。
あー、あ、違う。なんでか言ったら、はい、もう前にカメラ小僧めちゃくちゃおんで。あ、なるほど、なるほど。しかも、この時はガラケーとかでもないんですよ、ね。こんな望遠でも、望遠でも。こういうことですか。お前ほんまに。こうやって、こんなんでさ。時代。やばいっすね。すっげえだと思う。もう意味がわからんと思う。はいはいはい。まあまあ、けどそうなりますよね。そうそうそう。カメラないから。そうそうそう。はい、もうそういう感じで、前、ふわおったり。まあ、これはほんまに、多分一番海で流れたんじゃん。海の家でね。ほんまに聞きましたわ。海の家で。巣までめっちゃ聞きました、これ。ほんまに、はい。どこの海でも流れてたからね。それでやっぱこれをかけてるサウンドマン、まあ一日通して一人じゃないですか。もう誰がかけるか、ね。はいはい。そうですね。これは、まあビッグチューンですよ。ビッグチューン。まあこれね、ケツメイシのシック、はいはい、これも有線よう流れてたよね。いや、そうっすね。始まりの合図、君が気づけばやばい。だからこれとかさ、まあ俺らからしたらさ、普通にシックやん、はいはいはい、けどさ、はい、そのまあケツメイシもさ、また違うフィールドで売れてるわけやん。そうっすね。そのレゲエど真ん中、うんっていうわけじゃないや、はい、その一般層とかさ、はい、の人に近いとこにおるからさ、うん、そういう人とかこれ馴染みで聞いてるわけやんか。そうっすよね。知らずに知らずにシックめちゃくちゃシックやなこのベースラインね、はい、っていうのが面白いよね。いや面白いっすわ。てて邪気な笑顔でみんな幸せ。ここにほんま2001年からやばくない、はい、もうやばいっす。2001年からほんまレゲエ来てるやろ。はい、もう来てます。もう全曲もオリリピアだそう、はい、2001年からもうやっぱこうレゲエ、はい、違うフィールドに。そうっすね。こうなんか一段上がったと。そうそうそうっていうっていいのか、まあ、はい。これファーストやね。はい。Another Moonlight。 次の曲いったっす。エミアンドリョウ、はい、これ僕知らなかった。エミアンドリョウはね、はい、多分横須賀とか、はい、神奈川の子らやと思うけど。そうなんすね。あの大阪住んでてん、一時で。なんかよくそのクラブとかであったりしててんけど、はいはいはい、これ沖縄で多分めちゃくちゃ入ってたと思うんだけど、うん、この方とはお会いしたことある。あれあれ、あの大阪住んでたから2人。はいはい。あ、2人組やね。エミアンドリョウって N っていうのがアンドなんですね。そうやな。ああ、そういうことなんですね。いつもの単調の毎日が続く中、また今日という日が訪れた。はい。聞き逃さぬようにどこまでも続くず We say long good。 キラキラリー、yeah, yeah。 来ましたよ。来た。